動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は、日曜日に小倉競馬場で行われる北九州記念についてお話ししたいと思います。担当は編集兼調教、関西の編集兼調教担当の山田です。と、羽生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リコさん、北九州記念。北九州記念、はい、どう、メンバーね、ちょっと少ないね、頭数。まあそうですね、まあ一頭ね、強そうな馬がいてっていう感じですけど、うんうん、はい。まあそうね、もう人気はまあベルカウントになると思うんだけど、やっぱりベルカウント本命にしようかと思って、馬券もやっぱり買うならベルカウントかなと思うんだけれども、はいはいはい、羽生くんもはベルカウント。一応そうですね。でちょっとね、相手関係がなんか難しそうなんで、うんうんうん、そうそうそう、まあその辺ね、僕もちょっとまだこうはっきりは決めかねてる状態なんで、うんうん、相手を、はい、うん、今日、はい、リコさんの話聞いて、また考えようかなと思うんですけど、ベルカウントやっぱり、はい、そうだな、まあ力、CBC 賞3着だったけれども、うん、まあ、左回りがより右回りがいいっていうのと、前休み明けだって夏に強いっていうので、やっぱりこの間アイビスサマーダッシュって結構2頭で厳しい競馬した後だけれども、なんかね、中間さらになんか上向いてるというか、もうすごい元気に見えて、あれ、こんなもんすぐ元気なのって、やっぱ夏強いんだなってすごい思った。で今週の追い切りビデオでしか見てないんだけど、私も結構いつも単勝やのに、なんか合わせるまでやって、で、まあ、花もし切れない展開でも横に馬がいればいいなというような感じで合わせ馬見てたら思ったんだけど、はいはい、まあ、この枠引いたら花いけそうなのかな。ですね、なんか、うん、他の先行馬との枠順の関係見てもじゃあ、ね、うん、そうかなという気がしますけど。で去年は、まあ、勝って55キロで勝って、はい、今年56キロだけど、うん、去年はほらビッグアーサーとか、去年の方がメンバーやっぱ強かった気がするね。あ、そうですね、はいはい、なんで、まあ、素直に本命一着、はい、あと、どうしよう、相手だよね、これね、相手関係。まあ金層の成績から言って気になるのは、うんうん、まあ、例えば、まあ、プリンセスムーンだとか、はい、あとは、はいはい、まあ、オープン勝ちの後の王の道、うん、あたりなんですけど、ね、このあたりの評価ってどうですか。なんかね、やっぱちょっとなんていうかな、はい、ベルカントから見るとベルカントがやっぱり一番強くて、うん、ちょっと抜けてると、ちょっとというかだいぶ抜けてると思うんで、はいはい、その後は、あとは結構悩むんだけど、うん、もう王の道っていうのはなんかこう狙ったレースにすごい上手に使ってるイメージがあって、はいはい、やっぱり小回り平坦で前行って上手な器用さとかスピードを生かす、うん、で、まあ、多分体なんていうかな、ハンデもね、軽い方がいい、もちろんいいと思う、はいはい、そういう風なレースをすごい狙って、すごいちゃんと結果出してる感じがしてるので、今回相手としては、はい、逆転はもしちょっと難しいのかなと実は思ってるんだけど、相手筆頭とかはいいかなとは思うけどね。まあ、気になるのはこの馬、うん、まあ、前走が格上挑戦で、はいはい、でハンデ戦で、はい、まあ、結構こう高枠を生かしてうまく立ち回って勝った、うんうんうん、で、うんうん、この勝ったことによって筋量増えましたよね。2キロですよね。その辺がちょっと気になる。そうだね、増えてしまったのはまああるけど、うん、まあそうだな、そういうのはまあとお得感はない、そういう意味ではないのかもしれないけどね、うん、またちょっとレース空いてた分と、はい、こうなんかおそらく小倉得意だからこのレース狙ってきてる感じがすごいあるから、うん、その分かなとは思う。でもちょっとまあそうだね、それはありますね。あとはプリンセスムーンはその今回コーナーのあるコースです、はいはい、そう、それがやっぱり結構もうすごい久しぶりなんじゃないかなと思って、あの、ね、そうですね、うん、やっぱり狙ってずっと新潟使ってきてる馬なので、その辺が、いつ以来やったかな、もうかなり久しぶりにコーナーあるのは、まあ、去年の9月、去年9月だね、うん、でその多分前後もずっと直線が多くて ね、うん、まあ、まあそれに慣れてきてるかなってのはちょっとやっぱ思うんだけれども、うん、はいはい、うん、正直でも前走の時はまだちょっとレースが空いてて、うん、違う馬券買ってたんだけど、まあ、ネロを買ってたんだけど、はい、あんまりその時にプリンセスムーン怖くないなと思ってたのに、うん、まあ、3着来たからやっぱり強いなってのは改めて思ったのね、うん、でもそうだな、まあ、あの人気しそうだったら今回積極的には買わん方がいいかなと、うん、買わないとこうかなと私は思ってますが、はい、まあ、ちょっと怖いとこもあると思う、はい、あとは前走ベルカントに勝ってるラバーズポイント、うん、これどう、あ、よく何した、まあ、印は打とうかなと思ってるんですけど、僕、まあ、個人の意見としてベルカントが基本的にあんまりこうなんていうかな、坂が良くないんちゃうかなっていうイメージがあるんですよ。で、
まあ、前走を割と楽なペースというか、後続引き継げて遅いペースで行って、うん、ラバーズポイントが CBC 賞、はい、で直後についてこられて、はい、で坂上がってから逆転されてるんですよね。あ、苦手なとこで逆転されてるのがもたらってこと。そうね、なんですよね。で、うん、その多分先着したことによって、うん、なるほど、金量差が詰まりましたよね、うんうん、そうね、 0.5、うん、で多分、うん、まあ、右回りベルカント得意の右回りになって、はい、で、まあ、金量差詰まる、はい、直線平坦となったら、うん、開いちゃうな、うん、今度は負けないんちゃうかなという気がするんですね。ベルカントがね、だいぶ分があるということでね、うん、50キロ対55.5キロだったのが51キロ対55キロ、ね、わずかではありますけどね。でも向こうもほら使った上積みがあって右回りがあって、向こうの方が強調材料が多いって感じだもん。そうなんですね、それは言えるね、はい、うん、確かに。ってことは相手筆頭にするのは馬券的には もったいないかなっていうところがね、うん、そういう感じはちょっとするんですよね。あとは、うん、まあ、あんまりはっきり言って手広げたら儲からないと思うから、はい、まあ、この私はまあ2点ぐらいにマターンは絞ってやりたいんですけど、はい、あとちょっと気になる、まあ、王の道とラバーズポイントがその候補で、まあ、マターンの候補なんだけど、あと気になる、まあ、ちょっと気になるのベルルミエール、はいはい、これ去年3着で、うん、ベルカウントが2着でこれが3着だったんだけど、はいはい、まあ、それ以降そんなにまあ目立ってなくて、まあ、CB 賞でちょっと走ったという感じで、どうなのかなこの馬。なんかいつもその、うん、まあ、僕調教は時計しか見れないんですけど、うんうんうん、見てて、うん、なんかな、調教見てる、はい、うん、はい、すごいスピードありそうで、いつもなんか元気いっぱいという感じがするんですよね。スピード能力高いし、うんうんうん、でもなんか実戦にいてちょっとなんか最近あんま長く足使わんなってイメージがあるんだけど、それがまあなんかどうなのかな、はい、CBC 賞で上向いて、はい、まあ、小倉、まあ、あ実績があって、うん、ちょっと感覚を詰めて使えて、はいはい、でまあ、だからちょっとシャドーロールしてきてるみたいなんだけど、 そ、 うん、その辺でどんだけ変わるかだけど、なんかね、もうこう、うん、最近ちょっと最後の伸びが物足りないなってちょっとあるかなと思って、はい、うん、あとはね、ジャストドゥイング、ジャストドゥイング、はい、この馬はどう、この馬はなんか、はい、なんていうのかな、頭もちょっと高くてがっちりして、そうですね、うん、すごい特徴的な馬で、だ、うん、けど割となんかそのイメージよりは割と前で器用に競馬しちゃうんだけど、うん、するんだけど、まあ、そんなに本当は小足が使えるタイプじゃないと思うんだよね、うんうん、だからまあ頭数が少ないのもいいと思うし、外枠もいいのかなとは思うんだけど、はい、包まれてキュ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 っていう競馬は多分、ね、しづらいけど、ね、馬力でドドドドっていうのはいいとは思うんで、ただ王の道との比較だと前走同じような位置から伸び負けしてないか、これ、はい、それがちょっと気になったんだけど、まあ、うん、まあでもちょっとまあちょっと時計かかってる小倉は実は合うかなという気持ちと、まあ前走、うん、まあ、それでもね、まあここ安定してるからっていうので気になった、はい、うん、あと何か言いますか。あと僕は、まあ、これ展開的な話で、うん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 、やっぱ中心になるのがベルカントで前にいる、うん、はい、うん、でそれを目標にみんな競馬をするってなると、うん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 、まあ、軽ハンデの追い込み場を、うん、にちょっと注意しておきたいなということで、うんうん、山人プチガト、はい、まあ、ペケ、はいはい、下の方の印では、はいはい、一応押さえとこうかなっていうのは、まあ、ハンデ戦ですし、ためてためてね、そうですね、なるほど、うん、確かにそういう意味では面白いのかもしれない、うん、で馬券買うのはどうやって買おうか、私も一応プリンセスムーン一応打とうかな、印とか言って馬券はじゃあ羽生くんはプリンセスムーン気があるのかな。いや、プリンセスムーンはもうそのまあ、コーナーに不安があるプリンセスムーンと、うんうん、あとは先ほどあったラバーズ、うん、まあ、ラバーズは一応買うとは思うんですけど、うんうん、あ、王の道か、うん、王の道を少し、うん、下げるというか、まあ、多分人気すると思うので、はいはい、思い切って切ってしまうかなっていう感じですね、だからコーナーに不安があるプリンセスムーンとハンデがちょっと増えてしまった、はい、うん、そうですね、なるほどね、はい、ちょっとそうね、を切ってベルカントから、はい、馬単一着流しで、うんうん、まあ、相手も、まあ、この馬なんが軸なんで、そうだね、絞っていきたいと思うんですけど、ね、お金ある人単勝買ってもいいかもしれない名前つけますか、それがちょっと、まあ、あの、分かるけどね、まあ、うん、あのこのレース、そうね、オリンピックとね、こう、はい、高校野球のね、あれね
はい、間を縫ってしっかりと見て馬券をねさらっと買って単勝買うっていうのもあるかなと思うんだけど、はい、ニコさんは、まあ、私もだからベルカウント1着と思ってるから、はい、まあ、あの馬単を絞って3連単も、はい、まあ、絞ってっていう感じの馬券を買いたいと思います、はい、でですね9月24日に阪神競馬場で第5回女性のための競馬講座をやります。で募集が始まってまして、あのまだまだあの何定員割れが定員がまだ見てたくさんまだ応募をね受け付けてる状況なので、はい、ぜひぜひあのホームページからご応募いただければと思います、はい、あの若手製のねトラックマンもいい。あ、そう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 、今回は誰ですか。庭君なんかね、秋は浜崎、あ、違う、はい、秋は庭で、春は浜崎というね、はい、うん、こう楽しそうにやってますからね、はい、ぜひあの、はい、プレゼントもありますので、はい、そちらの方もぜひ皆さんあのどしどしご応募ください。ではありがとうございました、はい、ありがとうございました。